を突き破るっち。ほう、新手かと思えば。やっほー、こんにちは。みんな、無事だったんだな。愚問だな。あのような連中、我ら自警団の敵ではない。みんなでね、ドカーバキーってやっつけたんだよ。スーツの人たちは、朝日たちが来る前に逃げていったよ。あんな連中、ただの雑魚に過ぎねえよ。悪いことは言わない。今すぐここから逃げろ。なぜ、なぜ我々が逃げる必要がある？いくらお前らが強かろうが、奴らはいくらでも増援を送ってくる。最悪消されるぞ。消されるって、そんな。ふん、大げさだろ。冗談言ってる暇があったらここまで来てねえよ。妄想管理局は俺たちだけで叶うような相手じゃない。忠告感謝し、だが我々も止まることはできぬのだよ。団長。え、サキサキ？そっか、思い出せたのだな、サキ君。ふん、私が殴ったおかげよ。隣にいるのは琴美君か。つまり、たどり着くことができたのか。団長。団長、どういうこと？分断機密ということにでもさせてもらおうか。ありがとう、団長。何を言っている。君は初めからスパイだったのだろ。もっと上手い嘘つけよ。団長、俺からも礼を言うよ。ありがとう。血迷ったか。宿敵に礼を言うなど少子千万。ああ、俺たちは敵だ。敵だった。だけど俺はもうお前たちと戦いたくない。勝手に決めないでよ、水木。秋葉原自警団の活動をやめろ。リュウからもお願いです。俺もってことにしてやる。私以外に殲滅させられるのは認めない。いいから逃げろ。みんなお願い。ああ、水木。素敵な仲間を手にしたね、朝日。でもそれは僕も一緒だから。もしかしてそれって私のこと？少しだけ照れる。それでこそ我らが副団長だ。それだけ仲間が大切ならこれ以上言わなくても分かるだろう。では力ずくで止めてみたまえ。どうして？それが我々の存在理由だからだ。だが諸君らが勝利した暁には秋葉原自警団解散すると約束しよう。団長。水木君、私は本気だ。その代わり我々が勝利した暁には諸君らには自警団の軍門に下ってもらう。つけやがって。最終決戦ってやつか。負けなきゃいいだけの話よ。みんな手加減しないからね。本気で行くよ。我らの正義と諸君らの正義、どちらが正しいか決着をつけようではないか。やはり我々は一緒に歩むことなどはできぬのだよ。相手になるよ、朝日。分かったよ、水木。これで最後にしよう。全団員に告ぐ。全力で迎撃だ。行くぞ、みんな。どちらの正義が正しいか、今こそ決するとしよう。Let's go.
終わらせろっち。やればできるんだ。悪かねえ。俺たちの勝ちだ。まだだよ。まだ負けちゃいない。もう無理だよ。私も限界。あかり、葵、水木君、団長、我々の負けだ。そんな、どうして僕はまだ戦えるのに。なんだ。ついにここの主のお出ましか。まさか。そんな、やっぱり。どういうことなの。なんだよ、なんなんだよ。そういうことだ。ねえ、団長。水木君、君はまだ戦える。そうだな。そうだよ、僕はまだ戦えるよ。ならば、これは団長命令だ。朝日君たちと奥の部屋の化け物を退治してくれ。団長、ねえ、聞こえる？ああ、聞こえている。ねえ、開けてよ。どうして、どうしたの？何なんだよこいつ。退治って一体どういうことだよ。実はな、数年前から困らされていたのだよ、その化け物に。だから最後の部屋を封じていたんだ。何よそれ。朝日君、聞こえるか？ああ、聞こえてるよ。でも聞こえづらいからそこを開けろって。朝日君、これは私から、そしてあかり君、葵君からのお願いだ。その化け物を退治してくれ。なあ、どういうことだよ。おい、団長さんよ、本当のこと言わなくていいのか。私は嘘が嫌いなんだ。かっこいいじゃねえか。おい、朝日、全力でやるぞ。こいつをぶっ倒す。こんなやつ、僕一人で十分だ。お前は手を出すな。どうして。いいから、黙って見届けろ。後悔してからじゃ遅いんだ。来るぞ。おい、こいつ何なんだよ。自警団の覚悟、受け取ってやれよ。Yeah.
間違いかしら。おい、どういうことだよ。もしかして。そういうことだよ。ご苦労だった。ねえ、どうして、どういうことなの。ねえ。こういうことみたいだ、水木くん。まさかだよ。まさかです。どうしてみんな体が。嘘だよな。朝日くん、我々は諸君らと出会えて楽しかった。団長。あ、我々の手ではもう秋葉原の明日を守ることはできないみたいだ。だから君に秋葉原の明日を託そう。待ってくれよ。そう難しい顔をするな。こんなのってもっとみんなと遊びたかったな。遊びたかったです。冗談きつすぎだろ。まだ復讐は終わってないのよ。ねえ団長、説明してよ。ねえ水木君、君がいたから我々は出会うことができた。団長。そして出会いがあれば別れがあるのだよ。やだよ。ねえ。君には素敵な友達がいるじゃないか。なんで、なんでなの。君のおかげで非常に楽しい毎日を過ごせた。ありがとう、水木くん。私も水木のおかげで楽しいこといっぱいできたよ。ありがとう。ありがとう、副団長。待ってよ。朝日くん、最後にもう一つだけ頼んでもいいだろうか。なんだよ。水木くんを頼む。ふざけんなよ。では我々はそろそろ行くとしよう。水木君、元気でな。みんなありがとう。ありがとう。これをもって秋葉原自警団解散。解散。秋葉原自警団なんて存在してなかった。初めから存在してなかったんだ。全部僕の妄想だった。この時初めて妄想の恐ろしさを知った。何が現実で
何が妄想か。いつも隣にいる人が妄想の存在かもしれない。いつもの居場所が妄想の存在かもしれない。でもね、僕の世界には存在しているよ。だからいつまでも忘れない。秋葉原自警団とみんなと過ごした毎日を僕は絶対に忘れないから。